これより2022-23 年シーズンの、農会を始めたいと思います、今回の流れですがこのようになっております。最初大会挨拶、続いてシーズン表彰、そして会談者の挨拶、そして締めの挨拶で、最後に、これからのシーズンを迎えにあたってちょっとチームアナウンスを一部行いますのでよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます、リーグワン、2022-23、シーズン終了、お疲れ様でした。ありがとうございました。一昨年の、リーグワン初年度9位から比べると、2位アップできたというふうなことと、それと何よりもやっぱりディビジョン1で来シーズンもチャンピオンにチャレンジできるというふうな環境ができたというふうなことは、結果として良かったのではないかなというふうに思っています。本当にありがとうございました。プレイヤーズプレイヤーは、ジェイミーこのような賞をいただきありがとうございます。僕自身、今シーズンこんなに試合に出ると思ってなかったですし、とても嬉しく思います。ベストフォワードはネイビー。Thank you very much. It's a privilege to receive this award. There's a lot of boys in the forwards that deserve this award as well. Thank you very much for the effort that we've given this year. I'm about to say the enjoy your break and come again next year and we'll go to the bench. ありがとうございます。チームの成績っていうのは、まだまだみんな満足できてないと思うので、また来シーズンみんなで一つになって、目標を叶えれるようにまた頑張っていきましょう。ありがとうございます。MVP は。日本語。ありがとうございました。Thank you to everyone this room. 本当にこの部屋にいる皆様にありがとう、感謝を伝えたいと思います。すごいタフなシーズンでしたけど。Look forward for next year. 来シーズン楽しみにしてます。Let's drink today. どうも、ありがとうございました。今シーズンは本当に成長しました。たくさん学びました。今シーズンからたくさん DNA を話しました。ミスることはできました。 So we all say a lot about DNA. We spoke about a lot in the preseason. プレシーズン中に結構ね DNA の話をして、 we saw a lot during the season. シーズン中もね、それを形にできたんじゃないかなと、見せることができたんじゃないかなと思います。まずはハリー・マリンダー選手、今回ハリー・マリンダーですが、すでに帰国しているため、今回は欠席となっております。
続きまして牧田亜希、前にお願いします。お疲れ様です。一応9シーズン、ロッドブラックラウドとマクラウス東京マックから、プレーさせてもらいました。そうですね、やっぱり、9年も同じチームでプレーできるということは、本当にないことだと思うので、本当にラグビープレーヤーとしては幸せな時間を過ごしたと思います。で、その中でやっぱりこれだけプレーできたのも、会社をはじめとしてスタッフ、コーチ、あとメディカル、あと今まで一緒にプレーしてきたプレーヤー、全員に本当に感謝しています。やっぱりプレーヤーでいられる時間は短いと思いますし、その中で自分が何ができるかなっていうふうのをいろいろ考えてやってきてはみたんですけど、やっぱりプレーすることの楽しみが僕には出てこなくて、それが本当に9年間ずっとできてよかったです。で、自分としてはもっと試合に出てたなと思ってたんですけど、意外と41試合しか少ないなと思ったところですけど、あともう1年ぐらいやったら50くらいだね思ったんですけど、自分で今シーズンで終わることを決めたので、楽しいうちにラグビーが終われて、本当に幸せでした。これからも、ラグビーにかかるかどうかわかんないですけど、楽しく人生を生きていけたらなと思っているので、飲みに誘ってもらえたらしれっと足を運ぶので、ぜひ誘ってください。9シーズンありがとうございました。ケンタ、前をお願いします。あ、皆さんお疲れ様です。今シーズンで、タイラー氏、社業に専念することになりました。最後の3年間ですね、なかなか試合に出場することが、できなくて、毎シーズン試合に出場して、チームの勝利に貢献することを目標に、プレーしてきました。ただ、来シーズンそのモチベーションがなかなか保つことができず、今回、対談をすることに決めました。2012年に入団して、今日まで、たくさんの人たちに、支えられてプレーしてくることができました。11年間振り返ると、みんなでハードワークしたことであったり、ロッカーで何気ない会話をしていたこと、あとは試合で、パナソニックだったり、東芝、神戸製鋼などに勝って、ラムズファミリー皆さんと一緒にですね、喜びを分かち合えたことがすごく印象に残っています。11年間で、嬉しかったことであったり、辛かったこと、いろんなことを経験してきて、選手と人としてすごく成長できたと思います。このチームで学んだことをですね、これからの、社業に生かして、次のステージで活躍できるように頑張りたいと思います。最後になりますが、11年間お世話になりました。ありがとうございました。柴田勝弘、前をお願いします。こんにちは。どうぞ。まず
14年間このチームでプレーさせてもらって本当、多くの人に多くのサポートをいただき本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。自分は最後怪我で今シーズンやりきることができなかったので、そこはやっぱりちょっと後悔はあります。14年間振り返ってみると、悔しかったりしんどかったりっていう時の方がやっぱ多かったです。ここ 2,3 年特に自分のパフォーマンスが落ちていく中でやっぱり悩んだこととかあったんですけど、みんなのエフォートであったり、チームのカルチャー、やっぱあとブラックラムズファミリーに本当に支えられて、ここまで14年間やってこれたと思います。ここで経験したものっていうのは本当に自分の財産になりましたし、その財産を次のステージでも生かしていけたらなと思います。14年間本当にありがとうございました。続きまして森裕樹、はい、お願いします。僕が引退を決めたのは、今週水曜日朝ズーをセッションしたときに体と心が追いすぎていたので、若井さんありがとうございました。本当に、この1週間いろんな人に挨拶、メール、電話して本当に思ってた以上に、多くの人に伝えられていたのかなと思いました。でこの1年は、ルーキーが成長して僕の役割が終わったのかなと思って引退決めました。で、ベテランとして一生懸命この人にやってきて、そこから何か、みんな学んでくれたらいいなと思います。最後になりましたが、本当にワディが言ったようにラグビー人生って本当に短いです。で今この場を立っている時に振り返って、悔いのないラグビー人生に、なってくれればいいと思ってます。来シーズントップ4、僕もまだラムズファミリーなんでずっと応援しています。みんなでトップ4、勝ち取りましょう。ありました。少しだけお話しますと、2011年から12年間、見てきました。全ての試合を見たって言いたいんですけど、実は1試合だけ見られない試合があって、山口県の維新球場だっけというところで本田さんと戦った試合でも、ここにいるメンバーほとんど知らないと思うんですけども、負けました。もう楽勝で勝てると思ってたら負けやがってと思って、もう悔しくて悔しくてしょうがなかったっていうのがあります。宮崎敏郎、まず直接挨拶できずに申し訳ありません。9月からという短い時間でしたが、選手の皆さんをサポートさせてもらったこと本当に誇りに思っています。今回は自分の父親の体調の関係で九州に帰ることを決めました。次は九電に行きますので、また定期戦では帰ってきます。こんにちは。4年間お世話になりました。自分は、北九州の小倉に移住することを決めました。移住する以外はまだ何も決まってなくて、次の職場も何も住む場所も決まってません。そういうのですね、ちょっと福留さんに首を切られたみたいに思うかもしれませんが、自分の意思で、ちょっとですね、やめます。数年前から考えてたんですけれども、うちの奥さんが小倉出身で、
一人っ子でちょっと両親の体調も思わしくなく、今年退団することを決意しました。こんにちは。5シーズンお世話になりました。今回、退団することを決めましたが、まず本当この場にいる全ての方に本当に、感謝を申し上げます。ありがとうございました。僕は本当に、ラッキーというか幸せでした。このチームのことは本当に好きになれて、僕の、今一番やりたい仕事をすごい幸せな環境でできて、すごく恵まれてるなっていうふうに感じてます。で、神野さんも言ってましたけど、僕5年間いる中で本当にたくましく強くチームとして良くなっていったなっていうのはすごく感じてます。退団した、退団することになった皆さんは、いつまで経っても僕らの、ブラッドラムズのファミリーです。これからもこのグラムにぜひ来てください。で、来シーズンを迎える皆さんは、やっぱりこの長くいてくださった方々からもしっかりバトンを受け取りましょう。もうやっぱ中堅どころはいいよね、本当に。自分たちがこのシーズン一番こうトップ4に近づけるっていう実感できたんじゃないかなと思うんですけど、もうやめましょう、中堅は。本当にここブレイクスルーしよう。しっかり反省してもらって、来シーズンに行きましょう。本当に関わってくださった皆さん、今日今シーズン努力してくださった皆さんに改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。来シーズン、わざわざしっかり努力して来シーズン頑張っていきましょう。ありがとうございました。